皆さん、タタラチャンネルへようこそ。今回も大手メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ。皆さん、この顔に見覚えありますよね。そう、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが、今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと、彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織、東城会の会長堂島大吾。そしてこっちは同じ東城会で幹部だった真島五郎と冴島大我。いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後、消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうも、こんにちは。早速ですが、投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって。ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って、降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東城会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃ、あいつらヤクザへの復帰とか東城会の復活とか喋ってての。ヤクザへの復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東城会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに、すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によると、ちいちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんですよ。そこで気になることが告げられてて。いや、今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか。彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。海老名と沢城が。それも今夜か。そんなに時間はないね。
生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の青龍会支部、元東上会本部か。行かねえ手はねえな。どちらまで行かれますか？それでは。誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない？確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ？部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした？はっ、うん、そうか。あ、わかった。服役中の青龍会会長高部が何者かに刺された。なんですって？高部が？容体は？意識不明の重体だ。はあ、このタイミングはできすぎだよね。ああ、海老名の仕業に違いない。これでいよいよ青龍会は奴のやりたい放題だ。この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。お前、放送が始まった。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信。しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の国道組織青龍会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習何言い出すつもりだ？では準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。青龍会の海老名と申します。同じく青龍会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東上会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜青龍会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。青龍会は彼ら東上会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で青龍会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、日本の2大極道組織である東上会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東上会幹部は組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。
大海村を首謀した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大海さんのことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義は春日に負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は、現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは、核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の青龍会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは、何よりも我々青龍会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜青龍会は解散いたします。え？解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン、
何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。いまだに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間にさらしてえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で短歌だ。無様なのはお前の方だ。おい、やれ。さあ行くぜ。勝ちに行こうぜ。やるか。そうすれば楽に死ねると思うな。チェイスだ。どうした。容赦しないぞ。目覚まりだ。バシッと決めるぜ。どうした。手加減はなしだ。やりますか。私の番。調子出てきたぞ。来やがれ。かますで。もうギブアップ。全力全開。俺の番。やる。手加減はなしだ。容赦しないぞ。私の番。かますぜ。バシッと決めるぜ。相手してやる。調子出てきたぞ。俺の番。やる。手加減はなし。容赦しないぞ。よいしょ。やりますか。行くぞ。私に勝利出てきたぞ。かますぜ。俺の番。
やるか。逃げんのはなしだ。手加減はなしだ。容赦しないぞ。思いっきりやれるぜ。私の番。やりますか。行くぞ。まだ強く悪くない。大人の死ぶ人生、これ成長。まだまだ素直に喜んで。またいい男になっちゃった。見とれないでよね。まあこんなもんだ。これ正面から入るのは無理そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もない。腹くくれよお前ら。上等。蹴散らしてやりましょう。出てきたぞ。ついてこれるか。かますぜ。俺の番。やるのかよ。そうだ。よし。私の番。手加減はなしだ。容赦しないぞ。やりますか。やるか。調子出てきた。格が上がったね。二度と笑えなくしてやるぜ。本気できない。やるか。手加減はなしだ。手数がいるな。かますぜ。覚悟できてる。バシッと決めるぜ。やりますか。逃がしゃしねえぞ。よし。相手してやる。調子出てきたぞ。私の番。容赦しないぞ。俺の番。かますぜ。よく吠えるね。
調子出てきたぜ。来ないでしょ。いけるわ。私の番。楽に死ねると思うな。しびれるぜ。くたびれちゃったよ。相手してやる。これで。容赦しないぞ。手加減はなしだ。やる。動けねえ。かますぜ。出てきたぜ。私の番。しびれるぜ。手加減はなしだ。容赦しないぞ。やるか。もう狙いねえ。調子出てくる。やる。かますぜ。私の番。手加減はなしだ。容赦しないぞ。やる。大人の渋い人生、これ成長。またいい男になっちゃった。開けてみるか。やったぜ。何見てんだ。邪魔だってね。しびるんじゃねえぞ。後悔するなよ。やる。手加減はなしだ。容赦しないぞ。俺の番。たぶれ。やるのは。さてと、ほら、よく吠えるわ。メガ。本気出せよ。ほら、ほら。私の番。前が見えただけ。ついてこれるか。かますぜ。
やりますか。たぶん感知した、ヤールくん。くそ、気のりしか。容赦しない。調子がいい。綺麗、俺の番。問題ねえ。調子出てきた。手加減はなし。手数がいるな。容赦しないぞ。相手してやる。全力全開。俺の番。いざ。私は調子出てきたぞ。かますぜ。バシッと決めるぜ。やりますか。手加減はなしだ。力の差を見せる。まだまだ強くなれそうだ。出てきたぞ。おいよ。容赦しないぞ。さてと相手してやる。全力全開。俺の番。こっち見ろよ。行く。素直に喜んでおくか。開けてみるか。開いた。
この辺りには敵の気配がないな。沢城たちはおそらくこの先だ。用心して進むぞ。ウルスは堪能できましたかね、キリュウさん。奈良崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、二度と叩けなくしてやるよ。おう、てめえら、堂島の竜の首取ってこいや。おう、やれ。調子がいいぞ、私は。さてと、こいつを食らう。ビリビリしやがる。手加減はなしだ。容赦しないぞ。やりますか。行き。さて、力の差を見せて。やっ、で調子出てきたぜ。ついてこれるか。おい、あれ出せ。よこせ。何ちゅうもん持ち出してきやがんだ、あの野郎。しつけがなってねえ。調子がいいぞ。ビリビリしやがる。手加減はなってねえ。でっかい刀、あれをまともに受けるのはちょっと気が利いちゃうね。調子出てきたぞ。容赦しないぞ。本気だぜ。もうギブアップ。バシッと決めるぜ。バツ。やりますか。へばってんじゃねえぞ。脱
ビリビリしやがる。よく吠えるね。遊んでやる。ほれほれ、調子がいいぞ、私は。そんなもんか。仕留める。ほら、はい、配る。どうした、手加減はなしだ。かますぜ。俺の番。なんだよ。やるのかよ。おな。あいや。我慢の限界だね。熱いな。力の差を見せてよ。調子出てきたぞ。容赦しないぞ。調子がいいぞ。ふざけやがって。動けねえ。手加減はなしだ。どんなもんか。回復だ。力の差を見せてやる。かますぜ。全力全開。やるのかよ。我慢の限界だな。綺麗さっぱり。やるか。脇が甘いな。地が高いよ。調子出てきたぞ。終わらせる。やりますか。手加減はなし。かますぜ。力の差を見せて。調子出てきた。見たかよ。大人の渋みが出てきた。格が上がった。またいい男に。見とれないで。バカが。エビナさんも沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、ん、それはまあ外に出ればわかる。キリュウ、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああだね。
さに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野人馬にマスコミもいるのか。カタギが堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんぜ。おい、キリュウさん、